ははいこんにちは今回は質問をもらったのでその回答をしてみたいと思います。2D パラララッッククスバグウンドハローということで 2D パララックスバックグラウンドパララックスっていうのが「示唆」っていう意味みたいなので背景に示唆を持たせてやる方法をまあ知りたいっていう質問ですかね。 これに関してはちゃんと説明してないんですがカメラを設定するときに時々関連することは言っていたつもりなんですが、まあ、少し丁寧に説明してみるのもいいかなと思ったので今回は手前や奥にある背景に奥行き感を持たせる方法をやっていきますまず一番簡単でおすすめの方法はこのサイド 2D スクローラーのデフォルトの状態だとカメラのこのカメラセッティングってなってるここの設定が平行投影っていう どこからカメラがどこにあっても画像のサイズが変わらないっていう、まあ、ちょっと特殊なカメラ設定になっているんですがこれをパースペクティブにすることでちょっとパースがついた示唆がついたカメラが表現できるっていうのをちょっと試しにこう中央とこのレイヤーをいくつか分けた手前奥後ろと、まあ、結構細かく5パターンくらいかな。 手前にこう後ろに2列あとまあ一番最一番後ろの背景っていう感じで分けた形でプレイをしてみると一応なんかこう特に何かしたわけではない何かしたっつうか、まあ、カメラを平行投影からパースペクティブに変更しただけなんですがまあこれくらいこれくらいっつうか、まあ、まあこれだけで一応示唆がつくかなっていう感じなんですが、まあ、簡易的にやりたい場合は まあ平行投影をパースペクティブに変更するっていうだけであとはまあ奥行き前前前と後ろに背景を並べるっていうだけでいいかなっていう感じなんですけど、まあ、この辺、まあ、現状ちょっとカメラが近いかなっていう、まあ、キャラクターを見せたい場合は今くらいでもいいんですけど、まあ、ちょっとあんまり寄りすぎていると敵が近づいてきたのとかも分かりづらいので、まあ、その辺をカメラブーム このスプリングアームっていうんですけどこの、まあ、デフォルトの名前がカメラブームってなってるんで、まあ、このカメラブームを使ってこのターゲットアームレングスっていうキャラクターからの距離みたいなのをまあ1000くらいにしてでまああとこうパースペクティブにすると少しこう立体感がある背景になってくると少しカメラがキャラクターにかっちりくっついてると、まあ、レトロ系だとこの方がいいんですけど、まあ、ちょっと 立体感を感じているときには、このエナブルカメラ、イネ a ブルカメララグっていうのをチェック入れておくと、これで見てみると、カメラがゆっくり追いかけてくるっていう感じの状態になります。<laughs> ちょっとこの文字邪魔だな。まあ、一応、単純に示唆をつけたいっていう場合は、このカメラのカメラセッティングの平行投影をパースペクティブに変えるっていうのが、手っ取り早い ですまれに気にする人がいるかなというのがパースペクティブを使うと、まあ、奥が小さく手前が大きくっていう、まあ、まあある意味自然なのでこの方がいいかなっていう気もするんですけどドット感をしっかり合わせたいとかレトロ風の表現をしたいっていう場合にちょっとこのパースのカメラで作るとドットのサイズが合わないとか、まあ、ちょっとレトロ感が失われるみたいな。 まあそんなに気になるもんでもないんですけどそこにこだわりたいみたいな場面ももしかしたらあるかなっていう気がするので、まあ、その辺、まあ、奥に行ったからといって小さくならないっていう形のちょっと表現力としてはあまり良くないかもしれないんですけどレトロ風っていう形で表現したい場合に、まあ、別の方法をまあちょっと試しにやってみようかなと思います このパース感、パース感はあんまり欲しくないんだよなっていう場合に、このカメラのパースペクティブを平行投影に戻して、まあ、あとカメラのラグも、そのレトロ感を意識するんだとしたら、ラグもちょっと入ってるとレ、レトロ感というのはちょっとずれてくる気がするので、まあ、そこも切っておいて、でもこの状態でプレイをすると、全部奥行きがないというか、まあ、 奥も手前も全部、まあ、同じサイズ、同じ高さ、同じ横移動っていう感じになるんですけど、まあ、これを、まあ、ブループリントというか、まあ、今回の場合、この動きに合わせて背景が綺麗に動かなきゃいけないので、ティックを使う形になるので、まあ、あんまりおすすめっていうわけでもないんですけど、どうしてもそうしたいっていう場合にこうしたらいいのかなっていうのをやってみたいと思います。で、まあ、今回ティックを使うので、 処理負荷が気になる場合は最終的には C++ で書き直した方がいいかなっていう内容なんですけど FPS が十分出ているようであれば、まあ、ブループリントでもいけるのかなっていう気がしますちょっと仮組みで用意しておいた、まあ、背景があるので、まあ、さっきとそんなに違わないんですけど現状とりあえずその手前と手前2枚後ろに2枚と一番後ろにバックグラウンド画像っていう形の うんと 5, 5層あるんですかね。とりあえずプレイヤーがいるところも含めると6層あるんですけどまあレイヤーを分けてあって、まあ、このレイヤーの親親にターゲット1個かませてあります。ターゲット1個かませてターゲット。でまあこのターゲットをターゲットの位置をこの位置関係としては y 以外は00っていう扱いにしておくとまあ 位置関係が把握しやすいので x と z を0にして y 軸の値だけこうずらしてあるっていう状態で置いてあります。で今回はこのターゲットこの背景のレイヤーの親構造にして使っているターゲットをターゲットの中にコンポーネントを用意してこの中にコンポーネントを用意して、まあ、このコンポーネントが入っていれば指定の動き方をするっていう。 全部ターゲットを親にしているのでこのターゲットに対してコンポーネントを割り当てるっていうのをやっていきますでまあ今回多分初めてなのかな初めて、えー、と使う使うというかまあブループリントのところでブループリントクラスを選んでいつもこの基本的にアクターを使っているんですけど入力を使う扱いの場合はポーンであったり キャラクター的な動かし方をしたい場合はキャラクター。で、プレイヤーコントローラーっていうのはまあ今まであんまり触ってないんですけど、まあ、これもまあ必要になってくるっていうやつですね。で、ゲームモードっていうのがあって、このまあどっち使おうかなっていう感じなんですけど、今回はアクターコンポーネントっていうのを使ってターゲットの中にこのアクターコンポーネントを入れていくっていう作業をしていこうと思います。で、このアクターコンポーネントを まあ場所としてはまあ自分が分かりやすければどこでもいいんですけど、まあ、ブループリントの直下にでもアクターコンポーネントを出して名前を bp アンダーバー a コンポーネントコンプ a コンプでいいのかな a コンプパララックス bg にしようとでこれをダブルクリックで開いて、まあ、ちょっと先に作ったものがあるのでこっちを ちょっと仮に持ってこようかなと。ちょっと横に、横に置きながら説明させてもらうかな。よいしょ。えっ、ー、と、この get オーナー。まず beginplay のところで get オーナー。get オーナー。get オーナー。これ、と、まあ、これがコンポーネントなので、これ自体はアクターではないので、えっ、ー、と、いつもみたいに get アクターロケーションとか取ってこれないので、 まこのコンポーネントっていうのがプレイこのキャラクターでいうところのこの矢印とかこのこのカメラブームとか、まあ、この辺のアクターに付随する部品みたいな扱いなので、まあ、その部品の親をゲットで持ってきてゲットアクターアクターロケーション、まあ、このコンポーネントの親の親を呼んできてそいつのロケーションを変数に昇格。 このゲームがプレイしたら、まあ、今回の場合はターゲットに、えー、とくっつけるのでターゲットのロケーションをロケーションベースロケーションベースっていう形で、まあ、ゲームが開始したらターゲットがどこにあるかっていうのを変数にしますでこれはいらないかなカンニングペーパーは消しますで続きがゲットプレイヤーボン まず、g e t プレイヤーポーンをプレイヤーを、ゲットプレイヤーポーンプレイヤーがプレイヤーのポーンがあったらっていう分岐を作りたいのでここでクエスチョンクエスチョンじゃ出ないんだっけクエスチョンイズバリードあれ s v バリードこのクエスチョンのイズバリ i d これクエスチョンで出ないんだっけ、まあ、とりあえずこのイズバリ i d を出しますでこの s v バリ i d っていうのが まあちょっとこのプレイヤーがいるかどうかをちょっとチェックしておこうかなっていう形でこうたまにこう読み込みに時間がかかってるとプレイヤーがいない場合もあるのでプレイヤーがステージ上にいない時にちょっと処理がエラーが吐くようなことがあるような気がするのでプレイヤーがいるかどうかをチェックした状態でこの状態でセットするのがゲットオーナーこのコンポーネントはアクターではないので このコンポーネントを扱っているアクターをターゲットにしてセットアクターロケーションをセットしますでここのニューロケーションに対して、まあ、何をどうするかっていうのを、まあ、ちょっと作っていきたいなっていう感じなんですけどこのゲットプレイヤーポーンポーンの場所を取ってきてゲットゲットアクターロケーションゲットアクターロケーション このゲットアクターロクションっていうのが、まあ、キャラクターの位置ですね。で、このロケーションベースっていうのをゲームプレイ時に設定しているので、まあ、これの位置との差を、まあ、計算で使っていこうっていう形で、まあ、これ、まあ、ブレイクってした方が少しいいかもしれないんですけど、ちょっとまあ構造タイピンを分割っていう形で今回はやっていこうと思います。こっちもアクターロケーションの方を 体ピンを分割してで計算方法に関してはまずこの背景の y 軸はまあ元の状態のままにしたいのでこの状態であと x の情報をこのプレイヤーの x 情報と背景の x 情報っていうのをまあカンニングをするとこの -0.001 っていうのがまあカンニングっていうかまあちょっと試しにやってみたやつだと掛け算 フロート×フロートで、まあ、ここに対してはフロート×フロートの状態でこれをピンを1個増やして x×x プレイヤーの位置と背景の位置を掛け算しつつ -0.001 これってあ x じゃないな y なんだ y の位置っていうのがこの距離背景の このプレイヤーがいるのは0地点なのでそこからの距離を y 軸で取ってきて、まあ、距離がいくつですかっていうのとプレイヤーの x 軸を掛け算して、まあ、今回の場合はまあ距離がまあ大体100とか200とか500とか1000とかそのくらいなので、まあ、1000分の1千分の一の値をまあ x 軸に数値として割り当てるっていう感じでまあやっていこうと思います。これに関しては まあ背景によっては数字どんどん変わっていくっていう形なので、まあ、現状の背景だとまあ1あ千分の1くらいマイナス1分の1くらいがまあこれもうプラスにしたらまあ前後感が逆,逆転するのでまあ試しにやってみてもいいかもしれないんですけど、まあ、ここはこういう x と y 軸の掛け算マイナス0.1っていうのをまあやったらまあそ一応うまくいったのでうまくいったのかなとりあえず。 うううままくいいいっったたように見えたので、で、ここれを使っていこうと思います。で次がキャラクターの高さキャラクターの高さと y 軸を引き算引き算これ難しいことしてるんですけど難しいっていうかまあかあんまり深く考えてないっていうかとりあえずここ,こことここ引き算したらまあ何かしら動くんじゃないかっていう感じでプレイヤーの z 軸まあジャンプとかしたらどんどんの 上にジャンプしてプレイヤーの Y 軸あプレイヤーで背景の Y 軸に、まあ、今のところその200とか500とかそういう数値が入っているものを0.2っていう形で、まあ、5分の1っていう形の数値にして、まあ、こっちはジャンプに関しては0.1で10分の1っていう形にしてジャンプの高さ引く背景の Y 軸の座標っていう形の状態を、まあ、ここで作ってるって感じですね。 まあ、ここのマイナス、最後のマイナス20っていうのは、まあ、なんかちょっと、もうちょっと下げたかったっていうのがあったんで、まあ、ここにマイナス20って打ってもいいんですけど、とりあえずこれを保存をして、まあ、あとは、この今作ったコンポーネント、この BP、A コン、コンプパララックス BG っていうやつを、このターゲット、背景のレイヤーの親になってるターゲットの、このターゲットを選んで、 コンポーネントを追加で BP で A コンプパララックス BG っていうのが今作ったコンポーネントなのでこのコンポーネントを入れてこれを今のところ入れるだけでいいかなっていう感じなのでこのターゲットの中に BP パララックス BG 他のターゲットに対しても BP パララックス BGBP パララックス BG っていうのをまあ今回の場合は5箇所 BP コンプパララックスビこれを、まあ、5レイヤー分割り当ててレベルを保存でプレイをしてみるとこのパースカメラをパースペクティブにした場合は奥,奥の木が小さくなって手前の木が大きくなるっていう形になってたんですけど今回の場合は、まあ、そのカメラは平行投影なので、まあ、奥行き的な大きさの変化はなくこの横移動カメラの カメラというかまあ手前手前と奥の動き方に関しては <laughs> ちょっと違が違が邪魔な、まあ、ここの動きに関してはコンポーネントのティックで位置をずらしているので、まあ、昔ながらというかまあウソウソパース的な表現をしたい場合はこんな方法もあるんじゃないかなっていう感じですって感じですかね、まあ、ちょっとここ、まあ、いるかいらないかは好みの問題ですけどちょっとこの マイナス20ってあることによって、まあ、ちょ、ちょっとだけこの足元の見える範囲が少しだけ増えるっていうのを、まあ、ここのマイナス20っていう、この背景位置をマイナス20ってすることで、まあ、ちょっとだけ足元の、まあ、そ足元を見やすくしてたりはするんですけど、っていう感じですかね。これが今回のコンポーネントの中身って感じですね。まあ、この Tick を使うっていう段階でもう、ちゃんと作る場合は、 C++ で組むべき内容になってくるんですけどもともとの処理がそんなに重くなければブループリントでこんな感じに組んだら円ちゃうかっていう感じですね一例としてって感じです今回とりあえずこんな方法もやりましたがどちらかというとパースペクティブの方が何かと今回のそのコンポーネントもこう位置関係が 0地点からっていうような位置,位置関係だったりするのでものすごい複雑な場所でそういう表現をしたくなってくるとちょっと複雑な数値を足し算しなきゃいけなくなってくるのであんまりどこでも使うこれを使えばなんとかなるっていうものではないので、まあ、どちらかというとこっちの平行投影をパースペクティブにするっていう方が、まあ、そのパース感が嫌じゃなければ、まあ、こっちの方が使い勝手がいいと思います。 なのでこっちがおすすめなんですけど、まあ、ちょっと試しにティックで位置合わせをしていくっていう方法もやってみました、うんまあ、今回はちょっとニッチな部分の説明を長々としたんですけどちょっとニッチどうなんですかねこ,こういうレトロ風の表現ってわざわざアンリアルエンジンでやる必要なくねっていう話だったりもするかもしれないのでちょっと今回のは誰の参考にもならないかもしれませんが、まあ、今回はこんな感じの説明ですって感じですかね 次回は何やりますかねなんか役に立つ内容をやりたいと思うので次回もよろしくお願いします。